SL ベンフィカは、ポルトガル・リスボンに、本拠地を置く、プロサッカークラブ。ポルトガルサッカーのトップリーグである、プリメーラリーガに所属している。1904年2月28日創設。FC ポルトスポルティング CP とともに、ポルトガルサッカーにおける、ビッグ3の一つに数えられる。65,647人収容のエスタディオだ、ルスを、 ホームスタジアムとしている。ヨーロッパの多くのクラブとは異なり、クラブ創設以来ずっとソシオがクラブを所有して運営している。2013年のデロイトフットボールマネーリーグによると、世界で21番目に多くの収入があるサッカークラブである。2009年に国際サッカー歴史統計連盟が発表した20世紀最高のクラブランキングでは、 第9位にランクインした。毎年夏のプレシーズンにエウゼビオカップという、新善大会を主催している。プリメーラリーガ創設時のメンバーに名を連ね、それ以来2部リーグに降格したことがない。プリメーラリーガでは32回、タッサでポルトガルでは24回、タッサダリーガでは4回優勝しており、これらはいずれもポルトガル最多である。スーペルタッサカンディドでオリベーラでは4回。 カンペオナートでポルトガルでは3回優勝している。リーグ戦とカップ戦の2冠は9回達成している。1972から73シーズンにはポルトガルで初めてシーズン無敗を達成し、1977から78シーズンには2度目のシーズン無敗を達成した。国際舞台に目を向けると UEFA チャンピオンズカップで1960から61。 シーズンと1961から62シーズンに優勝しており、同大会で2連覇したことのあるポルトガル唯一のクラブである。同大会では1964から65シーズン、1967から68シーズン、1987から88シーズン、1989から90シーズンに準優勝しており、 UEFA カップでは1982から83シーズンに準優勝している。欧州カップ戦の決勝出場回数はポルトガル最多である。1950年にはラテンカップでも優勝している。1961年と1962年のインターコンチネンタルカップでは準優勝している。最後の欧州制覇が1961の62。 シーズンと近年欧州では低迷しているが、国内では2013から14、14から15とに連覇を達成した。前身クラブであるスポルト・リジュボアの選手1904年2月28日、リスボンの南西部にあるベレンチクのフランコ薬局で、大学卒業生らによる集会が行われ、スポルト・リジュボアという名称のサッカークラブの設立が話し合われた。 この集会には24人が参加し、共同設立者の一人となる18歳のコスメダミオンも参加していた。集会中には、ジョゼロ・サ・ロドリゲスの初代会長就任が決定し、その補佐に、ダニエル・ブリと会計にマニュエル・グルレードの就任が決定した。この集会ではさらに、赤色と白色をクラブカラーとすること、和紙をエンブレムに用いること、 イープルリブスユニムというモットーを掲げることも決定した。創設初期はスポーツ面で成功を収めたが、マネジメント面では稚拙さを露呈し、1907年にはトップチームの何人かの選手が金銭面の大偶の良いスポルティング CP に移籍した。19世紀末のサッカーはまだ裕福な人々によって行われていたスポーツだったため、 設立当初のメンバーには、両家の子息が多く、医者、画家、建築家、教員などが名を連ねていた。1906年7月26日には、ベンフィカ地区に、グルーポス・ポルト・ベンフィカが設立されており、1908年9月13日、スポルト・リジュボアは、グルーポス・ポルト・ベンフィカを、九州合併して、スポルト・リジュボア・イ・ベンフィカとなった。スポルト・リジュボアからは、 クラブカラーモットが SL ベンフィカに引き継がれ、グルーポスポルトベンフィカからは、グラウンド、主要な経営陣、クラブハウスが SL ベンフィカに引き継がれた。グルーポスポルトベンフィカで最も重要な競技チームは、自転車競技チームであり、スポルトリジュボアの足のエンブレムに自転車のホイールが付け加えられて SL ベンフィカのエンブレムとなった。ベンフィカは、ナン西部のベレンチ区から、 四北部のベンフィカ地区に移転したが、グラウンドの賃貸契約が問題として残った。1913年には、カンポデセテリオスに移転したが、セテリオスの賃貸料が高額だったため、わずか4年後には、カンポデベンフィカへの移転を余儀なくされ、1925年には、エスタディオ・ダス・アモレーラスを建設した。全国リーグ開始前のポルトガルでは、カンペオナートでポルトガルが、 国内最高峰のサッカー大会とされており、ベンフィカは1929から30シーズンに同体開発優勝を飾った。サッカーチームと並行して、ローラーホッケーチーム、ラグビーチーム、バスケットボールチーム、ハンドボールチーム、ビリヤードチーム、バレーボールチームも設立された。1934年に、 ポルトガルの全国リーグが開始されると、第1回大会の1934から35シーズンは優勝を逃したが、続く3シーズンに優勝した。1940年には、タッサでポルトガルで初優勝し、1941年には、エスタディオ・ド・カンポ・グランディに移転した。1940年代には、プリメラ・ジビゾンで3回優勝し、 タッサでポルトガルで4回優勝。この時期までに、クラブで最も重要な競技チームは、疑うことなく、サッカーチームとなった。1945から46シーズンには CF、ベレネンセスがリーグ戦初優勝を遂げ、ビッグ3以外で、初のポルトガル王者に輝いた。ベレネンセスは、ベンフィカ、スポルティングに次ぐリスボン第三のクラブであり、1919年に、 設立されている。1940年代後半から1950年代前半にかけては、スポルティングの黄金期であり、1946から47シーズンから3連覇、1950から51シーズンから4連覇しているが、まの1949から50シーズンにはベンフィカが、スポルティングのタイトル獲得を阻止した。 1949年5月3日には、セリエ A5 連覇中で、グランデトリノと称されていた AC、トリノを招いて親善試合を行ったが、イタリアに帰国途中の飛行機が墜落して、乗客全員が死亡する事故が起こった。この事故はポルトガルでも大きく報じられ、数千人のリスボン市民が、イタリア大使館まで貴重に赴いたという。1950年に獲得した。 ラテンカップ1950年、エスタディオナシオナルで FC ジロンダンボルドを下して、ラテンカップを制した。ラテンカップは、スペイン、フランス、イタリア、ポルトガルの各国優勝クラブが争った大会であり、当時のヨーロッパで最も権威ある国際カップ戦だった。1954年には、ブラジル人のオット・グロリア監督が就任し、 それまでの WM フォーメーションに代わる4から2から4、フォーメーションを採用したほか、サッカーがプロスポーツであるという意識をポルトガルにもたらした。1950年代には、競合クラブがこぞって、大規模なスタジアムを建設しており、ベンフィカも1952年に、エスタディオ・ダルスをオープンさせた。当初4万人収容だったスタジアムは、 クラブの発展とともに増築され、1980年代には、ヨーロッパ最大、世界第3位の13万5千人収容まで、拡張されている。1950年代後半には、ストライカーのジョゼアグアスなど、ポルトガル人選手の他に、キーパーのアルベルトダコスタペレーラや、マリオ・コルナなど、モザンビーク出身選手も在籍していた。1950年代には、 プリメーラジビゾンで3回優勝し、タッサでポルトガルで6回優勝した。UEFA チャンピオンズカップでは、第1回大会の1955から56シーズンから1959から60シーズンまで、レアルマドリードが5連覇していたが、レアルマドリードの6連覇を阻んだのはベンフィカだった。1959年には、 ハンガリー人のベーラグットマン監督が就任し、1960から61シーズンの同大会では1回戦で、ウイペッシュと同時 FC、準々決勝で、オーフス GF、準決勝で、SK ラピードウィーンを破って決勝に進出。スイスのベルンで行われた決勝は、スペイン王者の FC バルセロナとの対戦となり、2から2の同点から、 相手キーパーのアントニー・ラマレッツがオーンゴールを記録してベンフィカの初優勝が決まった。1961年夏にはモザンビーク出身のエウゼビオが本格的にチームに加わり黒表と呼ばれたエウゼビオ、トルナ、ジョゼ・アウグスト・トーレスなどで構成される攻撃陣は抜群の破壊力を誇った。1961年9月にはインターコンチネンタルカップで ナショナルモンテビデオと対戦したが、プレイオフの末に敗れた。1961から62シーズンの UEFA チャンピオンズカップでは1回戦で FK、アウストリアウィーン、準々決勝で 1FC、ニュルンベルク、準決勝でトッテナムホットスパー FC を破り、2シーズン連続で決勝に進出。オランダのアムステルダムで行われた決勝では、 アルフレッド・ディ・ステファノやフェレンツ・プスカシュ、ルイス・デル・ソルなどを擁したレアル・マドリードと対戦。プッシュカーシュが前半だけでハットトリックを達成し、2点差をつけられたベンフィカは劣勢だったが、4点に絡んだエウゼビオの活躍で5から3と逆転し、大会に連覇を果たした。1962年のインターコンチネンタルカップでは、ペレを擁するサントス FC と対戦したが、 ホームアウェーともに敗れて優勝を逃した。この時代のポルトガルリーグでは植民地出身選手が何人もプレーしていたが植民地以外の外国人選手の登録は認められていなかった。1962から63シーズン、1964から65シーズン。 1967から68シーズンにも UEFA チャンピオンズカップの決勝に進出したが、それぞれ AC ミラン、インテル、マンチェスターユナイテッド FC に敗れて、準優勝に終わっている。1960年代には、プリメーラジビゾンで8回優勝し、タッサでポルトガルで3回優勝し、UEFA チャンピオンズカップで2回優勝した。 1965年にはエウゼビオがバロンドールを獲得し、1968年にはフランスフットボール誌によってヨーロッパ最高のクラブに選出された。1960年代から1970年代前半に活躍したエウゼビオ1970年代には欧州カップ戦での存在感がやや薄れたが、ポルトガル国内では主役の座を維持し、 クリメーラ・ジビゾンで6回優勝し、タッサでポルトガルで2回優勝した。1970年から1974年までは、イングランド人のジミー・ヘイガン監督に率いられ、ヘイガン監督指揮下で4個のタイトルを獲得した。1971から72シーズンの UEFA チャンピオンズリーグでは準決勝に、 進出してヨーロッパ中から注目を浴びたが AFC アヤックスに2試合合計0から1のスコアで敗れた1972から73シーズンのリーグ戦は30戦無敗でシーズンを無敗で終えたポルトガル初のクラブとなったこのシーズンには23試合連続勝利の記録も樹立したすでに選手経歴の晩年を迎えていたエウゼビオが40得点を 上げリーグ得点王に輝くとともに、ヨーロッパゴールデン州にも輝いた。チーム全体では101得点を挙げたが、1シーズンで100得点を超えたのは、クラブ史上2度目のことだった。1975年、33歳のエウゼビオは、モザンビーク独立と時を同じくして、ポルトガルを離れ、アメリカのクラブに移籍した。 1970年代後半から1980年代初頭にかけてのベンフィカは問題を抱えたが、1982年から1984年に指揮を取ったスウェーデン人のスベン・ゴラン・エリクソン監督の下で持ち直した。エリクソンが初めて海外のクラブの指揮を取ったのがベンフィカであり、就任時にはまだ34歳だった。 就任初年度となる1982から83シーズンには国内2冠を達成し、1982から83シーズンの UEFA カップでは決勝で RSC アンデルレヒトに敗れたものの準優勝した。この時期にはルスの増築工事が完成して3階席がオープンし、最大で12万人を収容するルスはヨーロッパ最大のスタジアムとなった。 1986から87シーズンには9度目のダブルを達成したが、これが今日に至るまでの最後のダブルである。1988年から1994年には、再び UEFA チャンピオンズカップで優勝するために巨額の投資が行われた。1987から88シーズンと1989から、 90シーズンには決勝に進出したが、それぞれ PSV アイントホーフェムとミランに敗れ、欧州カップ戦の決勝では6連敗となった。この時期には、プリメーラジビゾンで3回優勝し、タッサでポルトガルで1回優勝した。1980年代には、スタジアムの増設工事に加え、UEFA チャンピオンズカップでの好成績のために、巨額の投資を行ったため、 クラブの財政状況が悪化し始めた。明確な獲得方針がないまま移籍金を浪費して、選手を乱獲したため、契約選手数は30人を超し、さらに財政状況を圧迫した。1994年から2003年までの期間は、クラブの暗黒期と言って良い。この期間中には、プリメーラリーガで優勝することはできず、 獲得したトロフィーは1995から96シーズンの達差でポルトガルの1個だけだった。さらに、2000から01シーズンのリーグ戦では6位、2001から02シーズンのリーグ戦では4位と、不満の残る成績が続いた。ジョアンバレア・ゼベド会長時代には、債務不履行に陥って、クラブの信用を失墜させ、 ほとんど毎シーズンのように監督の解任を繰り返した。1994年から2002年の間には11人の監督が次々と入れ替わり、マリオ・ウィルソン監督は3度もベンフィカのベンチに座った。1995から96シーズンの達者でポルトガル決勝ではベンフィカサポーターが放ったロケット花火がスポルティングサポーターを直撃。 死亡するという事故が起こった。2001年には、ポルトガル史上最高額の1300万ユーロを支払って、シモンサブローザを獲得。2000年秋には、マヌエル・ビラリーニョ会長が就任し、2001年4月には、クラブの株式会社化を行った。2001年9月28日には、新しいスタジアムの建設を決定し、建設には、 最終的に1億6200万ユーロを投じた。31回目の優勝を飾った2004から05、シーズン32回目の優勝を飾った2009から、10シーズン2003年10月には新エスタディオダルスに移転。同時期に、ルイス・フィリペ・ビエラが新会長に就任し、ホセ・アントニオ・カマーチョ監督に率いられた2003から04、シーズンには、 タッサでポルトガル決勝で、ジョゼモーリーニョ監督率いるポルトを破り、実に8年ぶりとなるトロフィーを獲得した。2004年には、ジョバンニトラパットーニ監督が就任し、スーペルタッサ・カンディド・デ・オリベーラで4回目の優勝を、飾って最先良いスタートを切ると、2004から05、シーズンのリーグ戦では11年ぶりに優勝した。しかし、同シーズンに、 エスタディオ・ディ・アフォンソ・エンリケスで行われたビトーリア・ギマラニース・戦では、ハンガリー代表フォワードのフェヘール・ミクローシュが試合中に倒れ、病院で死亡が確認された。ルスには、多くの人々が弔問に訪れ、ハンガリーで行われた埋葬には、ビエーラ会長やキャプテンのヌーノ・ゴメスが参列した。フェヘールが背負っていた背番号29は、クラブの永久欠番となったが、 ポルトガルのクラブで永久決板を持つのはベンフィカのみである。タッサでポルトガルでは2シーズン連続で決勝に進出したが、ビトーリア・セットゥーバルに敗れて2連覇を逃した。なお、同大会決勝には、ポルトガル大統領が列席することが慣例となっているが、ジョルジェ・サンパイオ大統領は熱心なスポルティングファンであり、準決勝で、 ベンフィカがスポルティングを下したことで決勝の列席を拒んだ。2005から06シーズンの UEFA チャンピオンズリーググループリーグではマンチェスター U、ビジャレアル CF、リールと同組となった。グループ突破のかかったマンチェスター U 戦に2から1で勝利し、ビジャレアルに次ぐグループ2で決勝トーナメント進出を決めた。決勝トーナメント1回戦では、 前回大会王者のリバプール FC と顔を合わせたが、2試合合計3から0で準々決勝進出を決めた。準々決勝ではバルセロナと対戦し、結果的に優勝するクラブに2試合合計0から2で敗れた。2006から07シーズンの UEFA チャンピオンズリーグでは再びマンチェスター優と同組となり、またもやグループ突破をかけて、 マンチェスター U と対戦したが、今度は1から3で敗れて、グループリーグ敗退となった。2007から08シーズン開幕戦後には、フェルナンド・サントス監督が解任され、カマーチョ監督がクラブと2年契約を結んでベンフィカに復帰した。2007から08シーズンの UEFA チャンピオンズリーグ予選3回戦では、 前年度のグループリーグでも対戦していた FC コペンハーゲンと顔を合わせ、ホームアウェイの2試合ともに勝利して、本戦グループリーグ出場を決めた。グループリーグでは、ミラン、FC シャフタールドネツク、セルティック FC と対戦したが、サニでグループリーグ敗退となり UEFA カップに回った。 UEFA カップでは、ラウンド16でヘタフェ CF に敗れ、カマーチョ監督は、その数日後に辞任した。リーグ戦では、SC ブラガの後陣を廃しトップ3でのフィニッシュを逃した。2007から08シーズン終了後には、レジェンドのマヌエル・ルイ・コスタが、現役引退し、そのまま、スポーツディレクターに就任。手始めに、 元バレンシア CF 監督のキケ・サンチェス・フローレスを監督に招聘すると、ホセ・アントニオ・レジェスやパブロ・アイ・マールなどの実力者獲得に尽力した。2008から09シーズンのタッサダ・リーガでは、決勝でスポルティングを破り、同大会初優勝を飾った。同シーズンのリーグ戦では3位となり、UEFA ヨーロッパリーグ出場権を獲得した。 2009年6月8日、監督、クラブ双方合意の上で契約を解除し、キケ・フローレス監督が退任。6月17日、元、SC ・ブラガ監督のジョルジェ・ジェズスが監督に就任した。2009年夏には、過去最大級の投資を行い、ハビエル・サビオラ、ハビ、ガルシア、ラミレスなどを獲得。パブロ・アイ・マールや、アンヘル・ディ・マリアなど、 既存戦力も合わさって豪華メンバーとなった。2009から10シーズンは過去最高となる1試合平均5万33人の観客を集め、勝利したポルト戦ではシーズン最高の5万8659人を集めた。2010年3月21日、タッサでポルトガル決勝ではポルトに3-0で解消し、同大会に連覇を達成した。 同シーズンの UEFA、ヨーロッパリーグ準々決勝では、リバプールと対戦。ルスで行われたファーストレグには2から1で勝利したが、アンフィールドで行われたセカンドレグに1から4で敗れ、2試合合合計、3から5で、敗退が決まった。リーグ戦のホームゲームでは、圧倒的な成績を残し、リーグ最多得点、最小失点で32回目のリーグ優勝を決めた。 UEFA チャンピオンズリーググループリーグの出場権を獲得し26得点を挙げたパラグアイ代表のオスカル・カルドソが得点王に輝いた2010から11シーズンの UEFA チャンピオンズリーググループリーグではシャルケ・レイオン、オリンピック・リオン、ハポエル・テルアビブ FC と同組となり2勝4敗の勝ち点6でグループリーグ敗退となった グループ3位枠で UEFA ヨーロッパリーグに回ったが UEFA ヨーロッパリーグでは決勝トーナメント1回戦で VFB シュトゥットガルト、決勝トーナメント2回戦でパリ・サンジェルマン FC 準々決勝で PSV を下し欧州カップ戦では18年ぶりに準決勝に進出したベスト4にはポルトガルから3クラブが残りブラガと対戦した 準決勝では1990年以来の欧州カップ戦出場を目指したが、2試合合計2から2で敗退が決まった。同シーズンの達者ダリーガー決勝では、FC パソスレフェレーラを下して3連覇を達成したが、リーグ戦は2位に終わった。2011から12シーズンの UEFA チャンピオンズリーググループリーグでは、マンチェスター U、FC バーゼル、 FC オセルルガラツイと同組となり、3勝3分の負けなしで、首位通過を決めた。決勝トーナメント1回戦では FC ゼニと、サンクトペテルブルクに2試合合計4の3で勝利、したが、準々決勝では、結果的に優勝する、チェルシー FC に敗れた。同シーズンの達サダリーガでは4連覇を果たしたが、リーグ戦では再び2位に終わった。 20得点を挙げたカルドソが2度目の得点王に輝いた。2012から13シーズンの UEFA チャンピオンズリーググループリーグではバルセロナ、セルティック FC、FC スパルタクモスクワと同組となったが勝ち点8のグループ3位で UEFA カップに回った。2012から13シーズンは UEFA チャンピオンズリーグのグループリーグにおいて3位と なったことから UEFA ヨーロッパリーグの決勝トーナメントへ出場し、決勝戦において、チェルシー FC に敗れ準優勝となった。このシーズンでは、リーグ戦においても優勝を、勝ち点1の差で逃しており、また達差でポルトガルにおいても、決勝で、ビトーリア・ギマランイスに敗れ準優勝に終わったことから、準三冠を達成したもののタイトルを獲得することは、できなかった。 2013から14シーズン、国内では、プリメーラリーガを制覇、聖覇タッサダリーガで、リオアベフシーを決勝で破り優勝。タッサでポルトガルでも、リオアベフシーを決勝で破り優勝という文句の、つけようのない結果を残した。UEFA チャンピオンズリーグでは、グループリーグにおいて、オリンピアコスト勝ち点10で並ぶも、得失点差で敗退し、グループ3位となった。 UEFA ヨーロッパリーグでは、ホームスタジアムで、決勝戦開催ということで優勝を期待された、ユベントス FC を準決勝で撃破するも、決勝戦で、セビージャ FC に、PK 戦で敗れて2年連続での準優勝に、終わった。エスタディオダ、ルスの内部ベンフィカは、カテドラルの愛称を持つエスタディオダルスを、ホームスタジアムとしており、 試合開始前には、クラブのシンボルであるワシが止まり木に飛来する、パフォーマンスが行われる。ルスは公式には、エスタディオ・ドス・ポルト・リジュボ・アイ・ベンフィカという名称である。1954年に建設された初代ルスは13万5千人を収容し、ヨーロッパ最大のスタジアムだった。2003年に完成した2代目ルスは 65, 6万5647人を、 収容し、ウルグアイのナショナルモンテビデオを招いて、落成記念親善試合が行われた。ルスは、様々な機能を持つ複合施設であり、二つの体育館、スイミングプールなども備えている。フットサルチーム、バスケットボールチーム、自転車競技チーム、ラグビーチーム、ハンドボールチームなどがこれらの施設を使用している。 1966から67シーズンの UEFA チャンピオンズカップ決勝はルスで開催され、セルティック FC がインテルを破って優勝した。ポルトガルで開催された UEFA ユーロ2004の際にはルスも開催地の一つとなり、ポルトガル代表対ギリシャ代表の決勝戦などが行われた。ポルトガル代表はルスでの対戦成績が良いため、 2004年以降は、主要大会予選の共同国との対戦が、ルスで行われることが多い。2012年3月20日、2013から14、シーズンの UEFA チャンピオンズリーグ決勝が、ルスで開催されることが決定した。リスボンダービーベンフィカの最大のライバルは、同じリスボンに、 本拠地を置くスポルティング CP である。この2チームの対戦は、お、デルビーでリジュボアと言われている。1950年から約15年間はベンフィカが欧州カップ戦のタイトルを持つポルトガル唯一のクラブだったが、1963から64シーズンにはスポルティングが UEFA カップウィナーズカップを制した。クラシコ FC ポルトともライバル関係にあり、 両クラブの対戦は、オクラシコと呼ばれる。初のダービーは1912年4月28日に行われた、親善試合であり、ベンフィカが8から2で勝利した。ベンフィカは1960から61シーズンと1961から62シーズンに UEFA チャンピオンズカップで優勝しており、長らく同大会で優勝したことのある、 ポルトガル唯一のクラブだったが、1986から87シーズンにポルトが優勝。ポルトは2003から04シーズンにも同大会で優勝し、ベンフィカは優勝回数で並ばれた。ポルトは欧州カップ戦で7個のトロフィーを獲得しており、ベンフィカの3個を大きく上回っている。 ポルトは1960年代から1970年代にかけて約20年間リーグ優勝から見放されたが1977から78シーズンに5回目のリーグ優勝を飾ると1980年代後半以降はベンフィカを上回るペースで優勝回数を増やし1990年代にはリーグ記録の5連覇を果たしたポルトの急成長は 1974年に起こったカーネーション革命によってリスボンの一極支配体制が崩れたこととも無関係ではない。1977年時点でのリーグ優勝回数は23回と4回だったが2012年時点でのリーグ優勝回数は32回と25回であり四半世紀で10回以上も差を詰めた。ポルトの躍進とともに ライバル意識がどんどん高まり、ダービーは白熱度を増した。ベンフィカのファンは全世界で1400万人にいるとされており、ポルトガル最大、ヨーロッパ最大級である。全世界に20万人のソシオがおり、世界最多のソシオ数を持つクラブとして、ギネスワールドレコーズに認定されている。ポルトガルの総人口1070万人のうち、約600万人が、 ベンフィカのファンだとされている。2011から12シーズンの1試合平均観客数は42,464人であり、ポルトの35,176人、スポルティングの34,494人を上回って、ポルトガル最多だった。リーグ優勝を遂げた2009から10シーズンには、ポルトガル最多、ヨーロッパ第10位の1試合平均53,3人を、 集めた。また、ファンクラブは、ポルトガル国外にも広がっており、アンドラ、アンゴラ、オーストラリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、カーボベルデ、クロアチア、フランス、ドイツ、ギニアビサウ、イギリス、日本、ルクセンブルク、マカオ、マレーシア、スイス、オランダ、アメリカに存在する。ベンフィカの象徴である和紙クラブのエンブレム下部には、自転車のホイールがあり、 クラブカラーの縦が重ねられている。縦の中には、サッカーボール、クラブの頭文字があり、エンブレム上部には羽を広げた足が描かれている。現在のエンブレムの基本型となったのは、スポルト・リジュボアが、グルースポルト・ベンフィカと合併した1908年に、制定されたデザインである。1930年と1999年に、マイナーチェンジが加えられ、 1999年の変更時には、和紙のデザインが多少変えられた。2008年以降は、現行のデザインに獲得タイトル数を表す星を、加えた記念エンブレムを使用している。公式アンセムは、さあ、ベンフィキスタであり、クラブのモットーは、イープルリブスユニムである。デザインの変遷現行のデザインスポンサーと、サプライヤーエウゼビオの彫像エウゼビオは、 クラブ史上最多の公式六6 1 4試合に出場した。クラブ史上最多得点者もエウゼビオであり、440試合で474得点を挙げた。得点数、第2位はジョゼアグアスであり、384試合で374得点を挙げた。第3位はネネであり、575試合で360得点を挙げた。 公式戦の通算得点数、プリメーラリーガに限る1972から73シーズンには28勝2分で無敗優勝を果たした。このシーズン中にはポルトガル記録の23試合連続勝利を達成している。30試合で勝ち点58を記録し、ポルトガル史上最高の獲得勝ち点率96.7%を記録した。 ニートの勝ち点差18は勝利勝ち点にだった時代の最高記録である。1971から72シーズンから1972から73シーズンにかけて29試合連続勝利のヨーロッパ記録を達成した。プリメーラリーが優勝32回、タッサでポルトガル優勝24回、タッサダリーが優勝4回、ダブル達成9回はいずれもポルトガル記録である。 UEFA チャンピオンズカップ2連覇はポルトガルで、ベンフィカしか達成しておらず、欧州カップ戦の決勝出場回数8回は、ポルトガル記録である。プリメーラリーガに、名称変更された1999年以降の、成績シーズンごとの戦績試合一覧、UEFA チャンピオンズリーグ UEFA、チャンピオンズカップ時代も含む UEFA。 カップウィナーズカップヨーロッパカップウィナーズカップ時代も含む UEFA ヨーロッパリーグインターシティーズフェアーズカップ UEFA カップ時代も含む決勝一覧準決勝勝利一覧準決勝敗北一覧ブラホディモス99アルメーダ34ディアス6フェロ97グリマルド3、ピッツ21ターラブト49バイグル28セルビ11 ラファシウバ27ビニシウス95中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗は、その他の保有国籍を、星印は、e、EU 圏外選手を示す。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。 株組織として SL ベンフィカジュニオルスが存在する。U-19 チーム、U-17 チーム、U-15 チーム、U-13 チーム、U-12 チーム、U-11 チーム、U-9 チームがある。タイトルクラブは最初にサッカークラブとして活動を始めたが、フットサル、ローラーホッケー、バスケットボール、 ハンドボール、バレーボール、体操、アーチェリー、ビーチサッカー、ビリヤード、カヌー、自転車競技、ゴルフ、カート、柔道、ペイントボール、ラグビー、スポーツフィッシング、水泳、卓球、トライアスロンの競技チームも持っている。2001年に設立された、フットサルチームもポルトガル屈指の強豪であり、リーガポルトゥゲーザで6回、タッサでポルトガルで5回、 スーペルタッサでポルトガルで6回優勝している。リーガポルトゥゲーザでは参戦初年度の2001から02シーズンから2011から12シーズンまで必ず1位か2位となっている。UEFA フットサルカップでは2003から04シーズンに準優勝し、2009から10シーズンに優勝した。ヨーロピアンフットサルカップウィナーズカップでは2006から07。 シーズンに準優勝した。インターコンチネンタルフットサルカップでは2007年に4位となり、2011年に3位となった。日本人選手では、いつみかつとしラファエルが2013年シーズンより所属している。ポルトガルで高い人気を集めるローラーホッケーチームは、ポルトガルリーグで21回優勝している。 1990から91シーズンと2010から11シーズンにはサーズカップで優勝してヨーロッパ王者となり2011年にはヨーロピアンコンチネンタルカップを獲得した1927年に設立されたバスケットボールチームはポルトガルリーグで23回優勝しているハンドボールチームは1980年代から1990年代 初頭に黄金期を迎え、ポルトガルリーグで7回優勝している。バレーボールチームは、ポルトガルリーグ A1 での優勝回数こそ少ないが、ポルトガルカップでは14回優勝している。ありがとうございます。